いつも置いてられたんですかね。いやもうここは夏季限定で。あ、そうか。なら良かったです良かったです。はいはい、大丈夫です大丈夫です。あ、見ようない。今から、西垣海の御霊住職様、副住職様によるお内容が始まります。よろしかったら目が少し開いてますので、お上がりください。よろしくお願いします。身体健全化大安全交通安全薬難災難所の症状無料即災所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 安
身体健全、家内安全、交通は大学の要素、発育の増進、知恵向上、無事、成長期間、身体健全、家内安全、交通は大学の要素、発育の増進、知恵向上、無事、成長期間、身体健全、家内安全、交通は大学の要素、発育の増進、知恵向上、無事、成長期間、身体健全、家内安全、交通安全、薬難症状、心眼状態。安全さえ、そこにおる。大藩にあらみった教官578条の三蔵、資源上、不条約。上海、全員年少、年少、公務、臨床、無臨床、公務、くらい、無くらい、公卑怯。教訓と無所得無所得大藩にあらみった教官578条の三蔵、資源上、不条約。交通安全、薬難症状、心眼状態。身体健全、家内安全、交通安全、薬害症状、心眼状態。今日はですね、5年ぶりにこういう形で祈願もいたしまして、たくさん皆さんもお参りいただいて本当によかったです。すぐ近くも見させていただいたんですけど、去年の7月の大雨災害ですね、本当に大変なことだったですよね。で、お不動さんは逆境にめげないという仏さんです。でこちらのご本尊さんが、お不動さんですけど、皆さんもどうぞ逆境にめげなく今日の大祭でそういう祈願も記念も私の方でごま祈願させていただきました。短いご挨拶ですけど、これからもどうぞ皆さんお体を大切に、またお不動さんの方にもお参りいただきたいと思います。それで法話ってなってますので、副住職が今いろんなお寺でですねお話をして、おりますので、そう長くはないと思いますのでお付き合いをいただきたいと思います。それではバトンタッチをします。このような形で今日お参りできたこと本当に大変嬉しく思っております。この森山不動ですけども、住職もさっき言いましたが1000のおよそ300年前ぐらいからの観音寺とのお付き合いいただいております。おそらく時代によってはうちの観音寺もそうですけども、いわゆる廃れる時代であったり、今のようにこの立派なお堂、伽藍と言ったりしますけども、お堂をこしらえて、そして地域の方が守っていくと、大変当たり前のようで当たり前じゃないこの森山不動でございます。1300年の歴史を一年一年紡いでいくっていうのは、普通のお寺でもなかなか難しいことなんです。実際問題、観音寺は1350年ぐらいの歴史を持ってますけども、やはり筑後地方の方では多分随一で古いお寺だとなっております。ですので、それと同じ歴史を今持ってるんだというのも非常に喜ばしいことだと思います。でここには住職がおりません。このような形でうちの住職営業の方が今日代わりにお参りをさせていただいておりますが、地域の方、今日発表来ておられますが、いわゆる総代さんたち、そしてまた森山地区の皆様の本当仏心でこのお堂というのが、そしてこの境内地というのが美しくお参りできるスペースが整えられているということでございます。もうなかなか簡単なようで、これ簡単じゃないんです。お寺や神社を維持するというのは、それだけこの森山地区というのがいろんな方に守られているという証拠になると思います。で今日は実はそのごまきが今まだまだ煙もくもくと上がってますが、実際にその普段皆様がお参りするで手を合わせてお線香をあげてという形とちょっと違いますので、実際火が上がるし煙が上がるし、なんか住職がなんかパイパイ投げよったねとでこれ仏教の教えの中では秘密の教えといって密教というものになってきます。ですが本質的には皆様と一緒なんです。今日住職が投げてたのはお米だったり小豆だったり、あとはたまたお線香、焼香であったりをこの火の中に入れていきました。なんで入れるかっていうと、ここに仏さんが来てますよと、来てるからこの釜の口の中に要はお供えをしていったんです。住職がずっとよかったら食べてくださいねと、で快く今日この場に来てくださいねと、ましてや年に一度お不動さんが扉が開いてますから、お不動さんの力が 100%、120% 皆様に行き渡るようにということで、その要は通訳係としてうちの住職がお参りしてるんですね。
なのでお口の中に物を入れて、そしてまあ食べていただいて、まあ、気が良くなったのであればごまぎというのを添えさせていただいて、皆様の願い事が叶うように、そしてまた厄除け、そして健康が続いていくようにということで添えさせていただいて、あの住職がお不動産が逆境に困難に立ち向かうと言いました。そしてこの実際にお不動産ね、後で見ていただいたらいいんですけど、左手に縄、検索って言いますけど縄持っています。皆様が迷い、うごめいてしまうとき、つまり煩悩が心の中で湧き立つときに、この煩悩っていうのを縄で捕まえてあげるそうです。そして右手に剣がありますね、この剣でその煩悩を切り刻む。そして最後に後ろに炎をまとってますね、背中に。その切り刻んだ煩悩を炎で燃やし尽くしてあげるということがこのお不動産の一つ特徴となっています。どうぞ皆様が、あの人間ですから、私もそうですけども、慌てたりたじろいだり悩んだり、どうしようかなって一歩進めないときには、どうぞこの森山不動をいい意味で使ってあげてください。でこの森山不動の今回から日曜開催というところになっておりますので、皆様日曜集まりやすいです。来年以降、お子さん、お孫さん、ひ孫さんいらっしゃいますね、見た感じだと。皆さん連れてきていただいて、やはり賑やかな方がお寺や神社はやはりよろしいと思いますので、森山不動がまた皆様の森山不動により良くなっていくために、皆様来年は一人来た人は二人連れてくる。一生懸命また皆さんも森山不動の大事な一員でございますので、どうぞまたお力添えいただければと思っております。本日はどうもありがとうございました。今日は、御殿にも巡られた中で5年ぶりの復活の通常春季体制が無事できました。本当に皆さんありがとうございました。施設活動様についてもいろいろ教えていただきながら、今後もですね、お世話になりますけど、地域としても頑張ってとか継続していきたいと切に思っていますので、お方もよろしくお願いします。ではありがとうございました。皆様も忙しい中見えていただいて、お参りしていただいて、一緒に参加していただいて、もう感謝しかありません。本当にありがとうございました。